皆さんこんにちは、アクアミューズです。ゆうこです。みきです。なおです。ひろこです。今日は楽器の置き方についてお話しします。楽器を机の上に置くときには、この4つのサイドキーが上側に来るように置きます。このとき、このように机からベルが出ている状態の方が、より安定して置くことができます。キーを下にして置いたり、楽器を机の上に立てて置いたりしては、絶対にいけません。楽器を立てて置きたいときには、このような楽器屋さんで購入できるクライネット専用のスタンドを使うようにしましょう。私は K&M というメーカーのものを使っています。今は分かりやすいように机の上に置いていますが、皆さんが使用する際には床に置いて使用するようにしましょう。楽器をスタンドに置く際にも乱暴に置いたりはせずに、ゆっくりと優しく置いてあげてください。スタンドはキーに負担がかからないのでおすすめです。クラリネットを机や椅子に置いて席を離れるとき、また楽器を持って移動するときは必ずキャップをつけてあげてください。キャップをつけないとリードの状態が変わってしまったり、マウスピース、リードを傷つけてしまうので、必ずキャップはつけてあげてください。そしてキャップをつけるときは、先端にキャップが当たらないように、傷つけないように、しっかり位置を確認して、丁寧に入れてあげましょう。楽器は丁寧に扱いましょう。